営業していた頃の衛星写真スピードウェイ、広島サーキットは、広島県尾道市三木町に、かつて存在したサーキットである。福山市と尾道市の市境の峠を登り切った近辺にあったサーキット。もともとは、ゴミ処理場として、用地確保されていた土地であるが、反対運動で、建設計画がとんざし長く放置されていたのを、福山市内の自動車整備会社が購入し、 ミニサーキットとして整備して2009年8月1日にオープンしたものである。基本的にドリフト専用コースであった。全長は680メートルと短いコースであったが、コース幅はドリフト走行のために12.5から18メートルを確保していた。走行に際しては特別なライセンスや講習は必要なく、貸切枠が入ってなければ自由に走行することができた。 第8コーナーは急勾配の斜面に設置されており、第8コーナーまでは上り、コーナー後は一転して下りとなっていた。ミニバイクモタードカートのほか、ラジコンカーの走行にも使用できた。自動計測機もあった。付近には商店やガソリンスタンドはなく、あらかじめ購入から給油して来場する必要があった。営業不振などを理由に2012年1月28日をもって閉鎖。 しかし、オーナーでもある、HDO 代表の板倉秀氏は、雑誌インタビューにおいて、売り上げは、ちゃんとあったんですよ。でも、設計に納得できなくなった。改造するレベルで済まなそうだったので一度リセットする、ために休止しただけ。と雑誌のインタビューで語っており、ウィキペディアに記載されている、閉鎖理由が事実と異なる旨を語っている。閉鎖後はアスファルトが剥がされ、 営業再開に向けて、再整備が進められている。広島県尾道市三木町人信香峠123広島県福山市、引野町3-4-38、レーシングサービス HDO。ありがとうございます。